世間じゃね、ガーシー、孫子の塔のガーシー、2回懲罰を食らわせて、なんか今日見てたらね、そのガーシーを国会でまず陳謝をさせるというですね、まあ、このですね手続きに入って、でどうせ日本に帰ってこないから2段階目で除名するというですね、なんかそういう話になってるそうなんですけれどもね、もうこればっかりじゃないですか。それはいいんだけれども、懲罰されて当たり前のことやってるわけですからね。じゃあそのね、懲罰されるような人間を選んだ責任はどうなるんだよ。こんなふざけた人間をあんた選んだのは有権者そのものじゃねえか。てめえたち日本人がバカだからこんなクソを選ぶんでしょと。でこのクソをですね、自分たちの政党の候補者として選んだのは党主たるね立花隆そのものじゃないかよ。じゃあその立花隆に対して、お前いい加減にせえやとね、なんで誰も声上げないんだよ。もう我が国でね、我が国で国家のため、日本人のため、日本のためなんてことをね嘘吹いてですね、政治を司っている人間なんていうのは誰もいないんです。あれが国民の代表者ですよ。そうなんですよ、国民が選んだのがあれですから。で令和新選組はね、まあ今ガーシーがね目立ってしまってね、で後ろに隠れたったんでね、まあ山本逃げ太郎が喜んでるんですけどもね、5人ローテーション制をね発表して、ほんでソース感食らってましたけどもね、お前ふざけてんのか。で12の三坪党はですね、天皇を殺せと言ったですね統一教会と手を組んで、統一教会こそ保守思想にだと叫んでおきながらなかったことにしてる。いやね、多分この中にもね一時の三坪党信者はいると思うけれども、先ほども言った通りね、保守というものは国体を守ることを第一義とするんですね。でその国体というのは天皇陛下のことなんです。でその天皇陛下を殺せというね朝鮮人と手を組む朝鮮人のこの思想こそ本当の保守思想だと言ったですね、これ言ったことは間違いがないんですから、言ったね、この連こいつが一二の三坪党の代表として参議院議員になってるんでしょうが、これについてきちんと説明せえやっていう話なんですよ。いやね、驚いたのが三坪党の信者がね、まあここ来るんですけれども、この話したらそんなこと言うわけがないんだって書くわけですね。いや言ってるよっていうんでね、もうみんなから一斉に突っ込み入れられて、ほんで逃げ出すわけですよね。コメント欄にも書いてましたよ、この間 の韓国の取材のね、来た時 の動画流してるんですけれども、生放送のやつですね。で、その動画についたコメント見てたら、コメントのところにね、三坪党について書いてあったんですね。なんで三坪党が来るんだよっていう感じですけどね。消そうかと思ったんですけれども、面白いからね、ちょっと残しといたんですね。だから三坪党の共振者の中では、あんたたちが代表として選んだね、神谷っていう人間が、統一教会の思想は保守思想だと言ったことがなかったことになってるんですよ。いやもう本当にね、共振者ってね、びっくりするんですけれども、自分たちが言ったことを平然と消してしまうんですよね。平然と消すんですよ。自分たちに都合の悪い歴史とか事実っていうものを平然と消していくのがパヨクと言われてる存在なんです。だからパヨクっていうのは、いつもいつもね、矛盾が生じるんですよ。パヨクと話してると必ず矛盾してくるんですよ。だからそこをつけばいいんですよ。発狂するから面白いですよ。いやだから朝鮮人も同じですけどね、みんなね矛盾してくるから、言ってることがだんだん矛盾してくるから、もうそこをね徹底的につっつくというですね、もうこれがね桜井戦法ですね。本当に自分の言葉、自分のね掲げた主張っていうものに責任が取れなくなってるんですね、今の日本というのは。誰も彼もです、誰も彼も自分の掲げた言葉に、責任を持たない、